お世話になっております。藤江です。今回はですね、もう中学生の君に届けたいなという思いでお送りします。いや、びっくりしたよね。突然、もう3月いっぱい休みということになって、もう夏休み希望の休みがいきなりドカンと与えられたわけだよ。ね、この時間をね、どう使うかっていうのが、君の人生にも影響してくると思うから、この時間を本当に大事にしてほしいと思うんだ。今本当に世の中が、暗いニュースに包まれてて、いろんな心配がありますよね。コロナウイルスが広まっていくっていう心配もあるし、そしてね、いろんなイベントが中止になったり、みんなが出かけるのをやめようとなってるので、景気が悪くなるのも心配だし、学校が休みになったっていうことで、みんなが学校に行ってる間に仕事をしていたお父さんお母さんが仕事を休まなければいけなくなってしまったり、本当に心配なことばっかりなんですけども、あえて希望を見出すとするならば、君がこの1ヶ月以上の休みをうまく利用して、もう素晴らしい成長をしてもらいたいと、それが私の希望です。で、ぜひ君にこの休みを利用して一生懸命いろんな勉強してほしいと思うんですけれども、その勉強っていうのは何も国語とか数学とかそういったものではなくて、私が言うのはね、人生という答えのない壮大なものを考える時間にしてもらったり、君が好きなことやね、夢中になれるものを見つけたり、それに対して没頭するようなね、もうめちゃくちゃそれをいっぱいやる、そういう時間に当ててもいいと思うんだ。この休みの期間中にね、ぜひ見てほしいなという YouTube の動画ベスト5を発表しますんで、もう絶対見てくれよな。これからみんなが生きていくにあたって、いわば人生勉強みたいなもんです。ではいきます。第5位、10年後君に仕事はあるのか。これはですね、藤原和弘さんという方の講演の動画なんですけれども、だいたい1時間ぐらいの動画なんですけれども、君が社会に出る頃にもう AI がね、発達してて、いろんな仕事を AI がやってくれるようになってると思うんだ。そんな中で君がね、じゃあ AI と違ってどんな仕事をしたらいいんだろうというようなヒントが詰まった動画です。で、ポイントは、君が100万人に1人の人間になればいいっていうことなんだ、ね、100万人に1人って無理だよって思うかもしれないけど、この藤原さんの考えを取り入れると100万人に1人になれるかもって思えると思います。ぜひ見てください。で、ぜひ見てもらって、この1ヶ月ちょっとある時間も、その100万人に1人になるための時間に使ってもらえると、君の人生とってもいいものになると思うな。続きまして、第4位、こちら、最高の幸福感、共同体感覚。この動画は、幸せとか感謝、そういったものを学べる動画です。普通に中学生が生きてるとね、なかなか普段の生活の中で、ね、人に感謝する気持ちとかってあんまり持てないかなと思うんだけど、実はね、本当にお父さんお母さん以外にも、もういろんな人のおかげで自分が生きてるっていうことにね、気づかさせてくれる動画で、私もこうやって YouTube の発信できるっていうことは、一人でやってるようにね、今カメラに向かって一人で話してるわけですけども、じゃあこのカメラを作ってくれた人がいて、そしてそれがインターネットにつながって、もう君のスマホとかパソコンに届いてるわけですよ。だから本当にいろんな人のね、カメラとかインターネットに関わる人、スマホを作った人、本当にいろんな人が関わって、やっと動画が届けられてるっていうことだから、これはね、もう自分の力じゃないし、本当にね、感謝しなければいけないわけですよね。この服だってそうですよね。これだって人が作ってくれたものですよ。だからもし本当に自分の力だけって
考えるとこの状況は、うん、もう私が真っ裸でもう家もなくてのっぱらでもう独り言を言ってるみたいなことが、いろんな人のおかげでちゃんと服があってカメラがあって君に届いてるわけだよね。ちょっと例えが下手で申し訳ないけれども、この動画はねもっと分かりやすく例えがあって、とっても見ると優しい気持ちになれる動画でおすすめです。続きまして第3位なんですけども、こちら鴨頭さんのですね、運が良くなる方法、今日から幸せになる行動と考え方、こちらは1時間40分というちょっと長めの動画なんですけれども、こういう時だからこそね、こういった長めのね真面目な動画見てみてはどうでしょうか。いろんなね歴史上の人物の話も出てきます。飛行機を作ったライト兄弟だったり、インドのガンジーだったり、坂本龍馬だったり、まあ、いろんな話が出てきますけれども、そういうすごい人はどうしてすごいことができたのか、とてもね歴史上の偉人とね自分を比べる気にならないかもしれないけれども、この動画を見るとね、うん、なんか自分にもそういったことができるかもしれない、そんな勇気が湧いてくる動画です。中学生の君はね何者にもなれるからね、ぜひこの動画を見て、もう自分は何者にだってなれる、そういう自信をつけてもらいたいと思います。続きまして第2位はですね、こちら、武井壮さんの大人の学校。この動画はですねもう800万回以上再生されてるね、すごい人気のある動画なんですけれども、テレビでおなじみの武井壮さんが大学生に向かって話すという内容なんですけれども、もう非常にね話が分かりやすいので、十分中学生でも話が理解できると思いますよ。特にもう何かね夢とかある人こそ見てほしいなという動画なんですけれども、武井壮さんはですね陸上の十種競技という競技で日本一になったことがあるんですけれども、それでもですねそれで生活できなかったわけですよね。スポーツで日本一になってもそれでは生活ができないと、なんでなんだというところですよね。だからもしね君がね夢があってね何かでトップクラスになったとしても、もう必ずしもそれで生活できるとは限らないわけですよ。夢を叶えられたとしても必ずしもそれで生活ができるというわけではない。だから夢を設定するときに考えなければいけない大切なことをね武井壮さんが教えてくれます。結構シビアで現実的な話をしてくれますんで、これから生きる上でとっても参考になると思います。そして第1位はこちらです。津田ひろあきさんの吉田松陰の動画です。これ1位に持ってくるところが藤井らしいなとね我ながら思っちゃいますけど、この動画にはですね私も感動してコメント書いちゃいましたけど、もう4回泣きました。1回の動画で4回泣きましたよ。この動画は17分というね、今まで紹介した中では短めの動画なんですけれども、津田さんがですね吉田松陰が生まれてから死ぬまでをまあ、ダイジェストで語るという内容なんですけれども、吉田松陰のですね人生時代がもう情熱的というか、もうそれを超えた狂気的な人生で、もう魅力的なわけですけれども、それに加えてですねこの津田さんの演技ですね、もう時折吉田松陰のセリフを言うわけですが、その時にですねちょっと松陰が乗り移ったかのようなね迫真のセリフがありまして、心に響きます。本当に吉田松陰ね短い人生だったんですけれども、一日一日をね魂込めて生きた人だと思います。だから君のこの春休みもこの動画見てね、一日一日大事にしなきゃとかね、勉強できることって幸せだなと思えるような動画なんで、ぜひ見てほしいと思います。はい、というわけでね1位までの発表は終わりました。ぜひね、この動画いいと思ったらね、もう友達にもね、もう LINE とかでね、シェアしてくださいよ。それと、このチャンネルにも、中学生にも、ためになる動画があって、自分には、小学校3年生の、キョロッキーというね、息子がいまして、その子と一緒に、
人生について学ぶという人生の授業という動画も入ってますので、よかったら見てください。それと、先週中学校で自分授業をしたんだね、その動画も順次アップしていきますので、ぜひチャンネル登録して待っていただければと思います。最後にね、君がこの春休みを大切に素晴らしい時間を過ごすことが日本の希望となると思うんで、ぜひ一日一日を大切に勉強して過ごしてください。このチャンネルでは学びと勇気をキーワードに、私の日々の気づきや読んだ本の感想、そして地域と日本のいきますよ人口増加に向けた取り組みを日々発信してまいりますので、チャンネル登録や高評価ボタンで応援してくれたら嬉しいです。最後まで見ていただきましてありがとうございました。